ブライアン・ジョゼフソン、ブライアン・ディ・ジョゼフソン、ブライアン・デビット・ジョザフソン、1940年1月4日体は、イギリスの物理学者、1973年のノーベル物理学賞を受賞。2007年末現在、ケンブリッジ大学名誉教授として、キャベンディッシュ研究所の凝縮系、物質理論部門において、マインド、マターユニフィケーションプロジェクト、 精神物質統合プロジェクトを仕切っている。トリニティカレッジのフェローでもある。ウェールズのカーディフに生まれる。地元の高校を卒業後ケンブリッジ大学に進学し、1960年に学士号を取得。学部学生の頃から優秀で自信に満ちた学生として有名になっていた。彼が出席する講義では、講師は特に正確さに注意が必要だった。さもないと、 講義後に、ジョセフソンに丁寧に間違いを指摘されることになったという。学部学生時代に発表した論文は、アメリカとイギリス双方による重力による赤型変異についての異なる測定結果を両立させるべく、メスバウアー効果の熱的補正を計算したものだった。学士号取得後もケンブリッジに泊まり、1964年に物理学の博士号を取得。 1970年代には、トランセンデンタルメディテーション、超越瞑想、TM を学んでいる。1962年、トリニティカレッジのフェローとなり、アメリカ合衆国に渡って、イリノイ大学の助教授となった。1967年に、ケンブリッジ大学に戻って、キャベンディッシュ研究所の研究助手となり、1974年に、物理学教授に就任。 2007年に引退するまで教授職を務めた、1970年王立協会フェロー選出、ジョゼフソン効果と呼ばれることになる現象を予測した研究で、1983年以降、ウェイン州立大学、インドリカ大学院、ミズーリ科学技術大学といった様々な研究機関の客員教授を務めている。長年、 キャベンディッシュ研究所の凝縮系物質理論部門の一員として研究を続けている。TCM 部門で助手を務めていた1973年に33歳でノーベル物理学賞を受賞。同時受賞した日本の江崎レオナとアメリカのアイバー・ジェイバーはそれぞれ4分の1でジョセフソンが2分の1を受け取っている。3人とも受賞当時は50歳未満であり、 教授職についていなかったことも、比較的異例である。ジョセフソンは、TCM 部門で、マインド、またユニフィケーションプロジェクト、精神物質統合プロジェクトを指揮している。また、という学術史の編集委員も務めていた。1962年、まだ、ケンブリッジ大学の大学院生であった時、演習問題を解く過程で、超伝導体同士のトンネル効果、 ジョセフソン効果の計算式を導き出した。これは、スイッチング速度が極めて速いため、シリコン素子を超える超高速コンピュータ素子としてのジョセフソン素子への応用が期待されている。この業績により、1973年のノーベル物理学賞の2分の1のシェアを獲得した。ジョセフソン効果は磁場に敏感であることから、高感度の磁束計にも使われている。また、 1980年頃までに IBM がジョセフソン効果を使った実験的コンピュータ要素子を作り、一般的なシリコンベースのチップより10倍から100倍高速なスイッチングが可能だということを示し、その後、量子力学の難問に取り組みながら、生命及び精神に関する研究を行うようになる。エルヴィン・シュレーディンガー、ニールス・ボーアやボルフガング・パウリなどのように、 ノーベル物理学賞受賞後に、生命や心の研究に向かう研究者が多いが、ジョセフソンも、その一人と言えるだろう。ロジャー・ペン・ローズなどの量子脳理論では、脳内のマイクロチューブルの中で、量子状態の崩壊が起こり、意識が生じるとされているが、ジョセフソンは心や生命を説明するためには、従来の量子力学を大幅に拡張するか、もしくは全く新しい理論、 新しい物理学が必要であると主張する。現代の還元主義的量子論ではなく、全体的な理論が必要であり、また、言語、音楽などのように定式化できないものまで含むような、理論も必要であるとする。ジョセフソンが指揮する、マインド、またユニフィケーションプロジェクト、精神物質統合プロジェクトは、大まかに、 知的プロセスとされているものを理論物理学の観点から理解しようと脳の機能や他の自然界のプロセスを扱うプロジェクトである。さらに言語や意識といった観点での脳を働きを解明すること、音楽と精神の関係の解明などを研究対象としている。それは量子力学が自然の究極の理論ではないという確信に基づいている。彼は 量子力学は特定の領域では正しいが、自然を完全に描写することはできないという。彼は物理学の相補性のような考え方が生物学にも適用可能だと信じている。ニールス・ボーアも同様の考え方をしていたが、マックス・デルブリュックは生命が微思的相互作用によるものであ、量子力学は無関係だと断じた。 教授職員退後もジョセフソンはこのプロジェクトだけは熱心に続けている。無作為な物理過程を生命体が偏らせるといった現象の背後に潜む気候を生み出すことを目的としている。ジョセフソンは超心理学的現象を信じている科学者としても有名で東洋の神秘主義が科学的理解と関連するかもしれないという可能性にも興味を持っている。彼は 法律協会創立のモットーなりやすいバーバ一切の権威を認めないを信条としており、科学者が全体としてある考え方を否定したとしても、その考え方が不合理だという証拠にはならない。むしろ、そのような主張の基盤を慎重に調査し、どれほどの精査に耐えるかを判断すべきだと述べている。2001年、ノーベル賞100周年の記念日記に添える。 小冊子の中でジョセフソンは超心理学的現象についての見解を示し注目を浴びた。ロイヤルメールはノーベル賞100周年記念切手発行に際してジョセフソンにノーベル賞と受賞分野の研究の意義についての短い文章を依頼した。ジョセフソンが書いたのは次のような文章である。物理学者らは自然の複雑さを単一の統一理論で表そうとし、 中でも成功した理論が、量子論で、いくつかのノーベル賞がその分野に与えられている。例えば、ポール・ディラックや、ベルナー・ハイゼンベルクが挙げられる。マックス・プランクは100年前に熱い物体からのエネルギー放射の量を正確に説明しようとして、量子論の基礎を築き、そこから、レーザーやトランジスタが生まれた。量子論は、情報理論や、計算理論と結びつけられ、 大きな成果を上げている。そこから発展していけば、従来の科学では解明されていない。イギリスで研究が進んでいるテレパシーなども、説明できかもしれない。この文章を批判する、物理学者たちがおり、中でも、デイビッド・ドイッチュに至っては、全くのクズだ。テレパシーなど存在しない。ロイヤルメールは、全くのナンセンスを支持しているかのように見られることになり、 騙されたようなものだなどと主張した。これに対してジョセフソンは、テレパシーの存在を示す証拠はいくつもる。しかし、そういった主題の論文は拒絶されてしまう。全く不公平だと指摘した。2005年、ジョセフソンは、超心理学は普通の研究分野の一つになるべきだったのに、今も、その主張は一般に受け入れられていないと述べている。彼はこの状況を、 アルフレート・ベーゲナーの大陸移動説の場合と引き比べている。大陸移動説は、ウェゲナーの死後、徐々に受け入れられるようになった。ジョセフソンは、多くの科学者がまだ超心理学や超常現象の証拠を検討していないという。また、一部の科学者は、テレパシーなどの考え方を受け入れがたいと感じており、そういった感情が検討そのものを妨げると指摘されている。 ジョセフソンはマルチン・フライシュマンとスタン・ポンスによる1989年の常温核融合の発見についてさらなる調査を行った。その後多くの科学者が現象を再現しようとして失敗したが、ジョセフソンは再現に成功した例を知っていると主張した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。